アロハ EJ です。ハワイでイベントとコーディネートをしております。皆さん、アラモアナってどんなイメージがありますか？ハワイの誇る世界で最も大きなショッピングモールの一つであるアラモアナセンターで、ブランド品だったりお気に入りのアパレルショップだったり、お土産を買いに行くよっていう人かなりいると思いますが、アラモアナで食べるとき、なんとなくフードコートに行きがちになったり、どこに行ったらいいかわからなくって、ついワンパターンな過ごし方になっちゃう人も多いと思っております。もちろんそれもありだとは思うんですけど、次回のハワイの旅で他の観光の皆様と違ったアラモアナの楽しみ方が一段上になるおすすめの店を5選紹介しようと思いますので、ゆっくり見ていただけましたら幸いです。一つ目はタンゴコンテンポラリーカフェですね。場所はアラモアナのフードランドから歩いて5、6分くらいのところにあります。概要欄チェックしてください。ヨーロッパスタイルのビストロとなっております。ビストロってフランス語で小さなレストランとか居酒屋的な意味があります。ここはフレンチベースのフュージョンって感じでして、北欧っぽさもありつつカジュアルなんですけど、品のいいフードが出てくる印象ですね。営業は朝食が7時から10時、週末はブランチがあって8時から2時ですね。皆さん、ハワイでブランチって好きですか？需要とか聞いてみたいです。ランチは平日の10時から3時、今回ご紹介するディナーが5時から9時となっておりまして、日曜が定休となっております。ドリンクはプロセコだったりオレゴンのワインとか、あとカクテルとかもありまして、お料理によっていろいろ選べる印象ですね。ここは一皿のお値段的に結構気軽に頼みやすい印象なんですけど、出てくるフードがちゃんと美しいと言いますか、手が込んでる印象ですね。今回以前ロケハンの動画でご一緒したマナちゃんと、そしてハワイで人気のフラダンサー兼 YouTuber のユミコさんとご一緒しております。ユミコさんの動画ってすごくいい空気感って言いますか、あでやかで華のあるフラで、ハワイで明るく暮らすみたいな空気感を感じるいいチャンネルだと思っております。レストランのインフォと一緒に概要欄に載せてるので、ぜひ見てみてください。この写ってるのがグラブラックスのサーモンでして、14ドルで見た目超良くないですか？日本人って目で食べるっていうか、味だけじゃなく見た目が美しいことって大事だと思っております。でこれが2種のビーツのサラダ、13ドルでラズベリーソースが印象的ですね。皆さん、ビーツって日本で食べたりしますか？実は結構ヘルシーで健康的な食材でもあるので、ハワイに来たらぜひ食べてみてほしいなと思っております。ハワイ産の濃厚なブラータチーズとトマトの前菜は16ドルでして、これトマトが甘みと酸味が絶妙な印象ですね。思えば前菜だけで3品目なんですけど、映え狙いで味はイマイチっていうところが多いようですが、ここは計算された味と言いますか、味とコスパのバランスがすごくいい感じですね。メインなんですけど、一品目は新鮮で食感がいいホタテの一品で、海苔の香りが効いた出汁ベースのソースがけが34ドルで、これ EJ のお気に入りです。あとはグリルのサーモンですね。これは外さないっしょって感じで、30ドルちょうどだったかな。これは低温調理されたラムで34ドルでして、味噌とマスタード風味の衣がかかった超柔らかくって癖がないラム肉と、柚子胡椒とデミのコクがたまらないソースがかかっております。これもほんとおすすめです。ほどほどに輪が入ってくるのがハワイらしいと思っております。僕の動画って飯テロってよく言われるんですけど、褒め言葉として受け止めたいと思っております。実際皆さんの滞在中の食事のチャンスってそれぞれ4回くらいが多いと思うので、できるだけ美味しくかつ好きなものを食べてほしいですね。さらに3種のデザートとかすごい食べてんなと思っております。ここはワインのペアリングとかコースもあるので、コースの方が楽な方はそちらもぜひ頼んでみてください。実はハワイで最初に天井の白板を外したぶち抜きっていうんですかね、広い空間を感じるレストランでして、さらにエアコンにマイナスイオンを発生させる装置がついてて空気がいいんですよ。ホコリっぽいとことか気になる人っていると思うんですけど、ここはそういうところも配慮してていいなって思います。マノアダキの清々しさに近いかも。ちょっと違うかな。あとはほんとシンプルなデザインの店内なので、大人の方とかでもいいかもなって思っております。ところで
皆さん、アラモアナとカカアコの境界線って知ってますか？意外とこれ知らない人が多いんじゃないかなって思っておりまして、このチャンネルを見てくれてる方にこっそり教えます。実はですね、このちょうど渡ってる道路から西側の方がカカアコとなっておりまして、ちょうど今 DJ がカカアコにいるっていう絵面ですね。この右側の DJ MAX とかはカカアコとなります。はい、2戦目はシグネチャーステーキハウスでして、今度は先ほどのタンゴから反対側にあって、アラモアナセンターのすぐ東側、ダイヤモンドヘッド側のアラモアナホテルにあります。営業時間中のみ稼働しているエレベーターで上がれる36階となります。ハワイで食べるっていうテーマで、外せないものの一つがステーキっていう人も多いんじゃないでしょうか。こちら営業時間は定休なしの4時半から10時となっております。皆さんの大好きなハッピーアワーもありまして、カウンターと中央部の席限定なんですけど、フードが6時半まで、ドリンクは7時までで半額近いお値段で食べれます。レギュラーメニューにはあるけど、ハッピーアワーメニューにはないものもあるのでご注意ください。ハワイで貴重な高層レストランの一つでして、色づく空と夜景を楽しめるレストランとなっております。ハッピーアワーは予約ができないので、僕は曜日によってですけど、4時過ぎぐらいから1階のロビーでスタンバイします。ちなみにハッピーアワーはサイド系中心で全品 50% 近く安くなりまして、予約は取れなくって空いてたらっていうのが前提なんですけど、コスパ重視の方は狙ってみてください。ドリンクは普段ビールで8ドルくらいなんですけど、ハッピーアワー中は6ドル切るくらいかなとなります。この映ってる感じの通りめちゃくちゃ混み合うので、普段のステーキディナーはきっちり予約していってください。普通のディナーになりますが、冬の季節はこのようにサンセットを楽しめまして、ここは EJ のお気に入りポジです。でこの奥のエリアはプライベートスペースとはなってはいますが、団体の予約がない場合は座れることもあります。サンセットタイムにカクテルとかの時間がおすすめかな。今回は毎日サンダルさんっていう YouTuber のお友達ご夫婦とご一緒させていただきまして、お得なアワーを目指しては行ったんですけど、カウンターが取れず申し訳ないと思いつつ、でも気持ちよくご一緒させてくれた2人に感謝しております。僕は結婚したことないんですけど、ほんといいご夫婦で仲の良さとハワイの自然な空気感がめちゃめちゃ素敵ないいチャンネルなので、こちらもぜひ概要欄見てみてください。同じお店を見比べて違いが楽しめるかもって思っております。ディナーの方でシーザーサラダが15ドルくらいだったかな。あと前菜でマグロのタルタルを23ドルくらいですねで頼んでおります。今回は3人で行ったので、お肉はポーターハウスとしまして90ドルとなっております。焼き方はお好みもあると思いますが、肉汁とか食感を含めて、生が苦手じゃなければミディアムレアとかがいいかもですね。シンプルに塩コショウで食べるのがここのスタイルでして、バターロールとかはついてきまして、追加で頼んだサイドは今回はマッシュルームリゾット13ドル50と、あとはトリュフのマッシュポテト10ドルくらいになったかなとなっております。 BG はピアノの生演奏でポップとかジャズとかクラシックな曲が流れてる時がありまして、僕は運がいい時は曲のリクエスト入れて楽しみます。ホテルのプールサイドとかでもそうなんですけど、生演奏とかライブ感があるお店って結構好きでして、配信とかの BG でもいいと思うんですけど、ライブだと好きな曲をリクエストできたり、アーティストさんとの会話ができたりするので、旅はもちろんデートの時とかもおすすめですね。皆さんのハワイで食べたいものリストにはやっぱりステーキって入ってますか？お気に入りだったり、どこが美味しいと感じましたか？ぜひ教えてほしいな。今は円安とインフレなので、前も言ったかもしれないですけど、安く済ませるところとがっつりダイナミックにハワイを楽しむっていうんですかね、そういうところをスマートに使い分けて、とことんハワイを楽しんできてください。ショッピングとかしてちょうどワイキキに帰る前っていうロケーションっていうのを魅力に感じてる人も多いと思っておりまして、仮に遅くなっちゃってもウーバーとかタクシーとかでさらっと帰れる距離感もおすすめだと思っております。皆さんはアラモアナセンターに行くときはどれくらい時間過ごしますか？まるっと1日とか半日とかですか？続いて買い物の間とか終わった後に寄りたいマリポサをご紹介します。こちらはニーマンマーカスにありますね。アラモアナの真ん中くらいっていう感じですかね。
実はめちゃくちゃ歴史があるショップなんですね。ここはよく雑誌とかで紹介しました。マリポサってスペイン語で蝶を意味する言葉でして、蝶のような軽やかな雰囲気とほどほどのカジュアル感を楽しめるショップとなります。営業は定休なしで、ランチが11時半から4時半でして、雑誌とか YouTube 見ててもランチのレストランっていうイメージの人が多いと思っておりまして、今回ご紹介するのは木金土曜限定のサンセットラウンジっていうカクテルとフードのメニューとなります。木曜と土曜は4時半から6時半金曜のみ7時までの限定となっております。まだ意外とメジャーにはなってない印象で狙い目でして、買い物に夢中になりすぎてお腹減った時とかにサクッと入りやすい印象ですね。店内はとにかく広々としてて、開放的な雰囲気で風が抜けるラナエリアがありまして、船のスクリューをモチーフにしたファンが見てて楽しい印象ですね。天井が高いこととセミオープンであるってことと、テーブルの間隔が広めなので海外あるあるのガヤガヤしすぎてて会話しづらいみたいなことがないのでゆっくり過ごせます。男性の服装を選ばないのでタンクトップとかじゃなきゃ OK みたいな印象です。ただこの時期は夕方冷え込むことが多いので、男性の皆様、女性にかけてあげられるような服を持ってった方がスマートかなと思います。ここまでご紹介した中で一番カジュアルなショップの印象ですね。カクテルメニューはハワイのアーティストによる彫刻や絵画、そして何よりハワイの奏でる涼しい風の中でマジックアワー、魔法の時間帯って呼ばれてるサンセットと一緒に楽しんでほしいなと思っております。編集中ながら今は6時くらい前となっておりまして、ハワイのサンセットが好きな方も多いと思いますので、僕がいつもサンセットを見る場所を決めるときに使ってるお気に入りのアプリを概要欄に入れときますので、ぜひ使ってみてください。フードとカクテルが意外とリーズナブルなんですよ。ランチの値段感で夕方のカクテルを楽しめるって感じかな。カクテルは1杯10ドルくらいからですね。ハワイの王道のラバフローとかフルーティーですっきりしたカクテルがあるので、気分とかでバーテンさんに聞いてみてもいいかもなって思います。ワインはカリフォルニアやイタリア、フランスのラインナップがあります。お待たせしております。フードは僕はこのサーモンのリゾットの茶漬けが気に入っておりまして、重すぎないしでも優しい味わいがツボにはまります。これが35ドルくらいだったかな。シャンパンとかめちゃくちゃ合います。あとはこのエビはスペシャルだったんですけど、ノースショアの花福のコーンとグリルされたシュリンプで、エビがめちゃめちゃ大きくて食感と香りがいいんですよ。花福のコーンは甘みがすごく強いので、ハワイに来たらぜひ試してみてほしいアイテムの一つです。この一品はキッズからお年寄りまで楽しんでもらえると思っておりまして、せっかくハワイに来た時はこういう土地の食材も楽しんでみてください。ワイキキとかアラモーナとかにいてサンセットを見るってことを考えた時、空気が澄んでるってことと、あとは水平線に落ちるので冬をおすすめしております。皆さんがハワイに来る時、綺麗なサンセットが見れることを祈っております。旅先での買い物ってめちゃくちゃ楽しいし、つい買い物に夢中になっちゃう気持ちもわかるんですけど、ランチでもこういうサンセットでもぜひハワイの自然を感じてもらいたいと思っているのがイージースタイルとなります。はい、4つ目はマルゴットハワイです。ここはアラモアナの西側のフードランドから道路渡ってすぐのところにあります。西アゼムのマルゴットエバッチャーレを知ってる方いたら名前聞いてあれってなると思います。ちょうど1年前の12月オープンなので、コロナ禍でハワイから遠ざかってた方はまだ行ったことない人も多いと思います。高いレベルの料理とともにトリュフを楽しむレストランとなっております。営業時間は水曜が定休で5時半から10時半となっております。店内はハワイに訪れるフーディーの方が帰ってきたくなるっていう空間を提供しておりまして、どこか隠れ家的な雰囲気があって、ハワイで隠れたい有名人とかにもいいかもなって思います。ローカルのアーティストのディスプレイとか手作りなんだけど、楽しさとセンスを感じる内装でして、アートと食を感じる空間っていう感じですかね。内装は Make Yourself at Friend's House、 友人の家を訪れた時のくつろぎ感をコンセプトにしております。フードの方は世界レベルの美食と
トリュフの文化があまりないハワイにトリュフを根付かせるっていうコンセプトですね。基本は100ドルで主食も選べる11品のコース料理となっておりまして、もしかしたらメニューが変わってるかもしれないので概要欄チェックしてください。ブルゴーニュやイタリア、ニュージーランドなど世界中から厳選したトリュフの量り売りでして、お料理にかけてくれる白黒のトリュフを直で買えます。直なので不安になる方もいると思うんですけど、白トリュフを1人 5g 以上っていうのが条件といいますか、マストでして、 1g あたり相場で変わりますが10ドルくらいとなっております。30ドルでピンポン玉くらいの大きさなので、それを参考にするといいと思います。トリュフは熱で香りが立つので、熱々で食べたいお皿が食べないうちに時間のロスなく出すので、インカムが使われております。トリュフ以外にもキャビアとかカニとか世界の高級食材とかも取り寄せてるんですけど、ハワイ産の野菜とか地元の海の幸の料理も出てきます。前回10ドル以下とかやったんですけど、ハワイが何年かぶりとかの人もいると思うので、ポイントポイントで自分にご褒美をして、よく頑張ったって褒めてあげる機会を作れれば、さらにハワイを満喫できると思っております。これはハワイの TKG の卵でトリュフで食べるとか、ほんと贅沢だなと思っております。小さめのお料理がどんどんリズムよく出てくるので、会話とかこういったパフォーマンスとか楽しめるんですね。こういうところってデート向きな印象ですね。でこちらはワイン好きの方がうなるレベルのヴィンテージワインをしれっと置いてたりしてるんですけど、グラスだと1杯12ドルくらいからでも選べるんですね。あとはペアリングで75ドルとか、ヴィンテージワインを125ドルで、追加できたりします。シャンパンとかワインが好きな方はペアリングでさらにうっとりしていただけるかと思っております。こちらオーナーのトムさんでして、各所にウィットが効きつつも、飾り付けとか盛り付けで木を照らうのではなく、食の本質を大事にしつつ、ハワイを訪れたフーディーの皆さんがまた帰ってきたくなる、そんなショップの経営をされております。こちらはトリュフを直で仕入れてて、まあキノコなのですぐ傷むし、品質管理とかあとは流通の際の通関の職員さんたちとの関係構築とかめちゃくちゃ大変なんですけど、なので客層もそういうことを分かっている人たちといいますか、映え狙いとか若いキャピキャピ感っていうよりは、背景だったりシンプルなんだけど深くて複雑な味が分かる、ちょっと大人の方が多い印象ですね。とはいつつ、ここは決して堅苦しい感じとかじゃなく、前述の通りフィットとか遊び心とか溢れたショップとなっておりまして、ストーリーやコンセプトとかゆっくり楽しんでみてください。ちなみにこのキスマークはトリュフ丸ごと食べてキスしといてっていうフィット感を表現しております。ここはアラモアナセンターの西側にあります、ベルニーニホノルルです。フードランドから道路渡ってすぐっていう感じですね。このエリアは結構素敵なお店が多いのですが、ここは本当おすすめです。リゾート地であるハワイのレストランってどこかユーザーみたいなものを感じることが多いのですが、ここはとても高いレベルのおもてなし感がありつつ、でもかしこまりすぎないバランスの良さが絶妙な印象です。フレンチの高級感とイタリアンのカジュアルさと日本の接客の融合といいますか、こういうお店ってホノルルでは貴重な存在だと思っております。ここは定休が日月で、ランチとディナーの2部制に加えて夜のバータイムがありまして、ランチは11時から3時で LO が2時、ディナーは5時15分から9時で LO が8時45分となっております。バーカウンターで楽しめるレイトアワーが9時から LO が11時半となります。ラストシーティングはそれぞれ LO の15分前となります。僕はバーカウンターでお料理とお酒を楽しむのが好きなタイプでして、2軒目だったりで使えたり、ちょっと遅くなっちゃってご飯どうしようみたいな時でも楽しめますね。こちらはランチもディナーもテイクアウトがありますので、美味しいもの食べたいけど一人じゃ行きづらいっていう女性などはテイクアウトもあります。とはいつ、ここはローカルの記念日レストランといいますか、イートインでデートとか旅の最終日とか特別な日のディナーとかがおすすめです。僕は神経通ってるっていう言い方を勝手にしてますが、かしこまりすぎない距離感のスタッフさんでありながらも、食器や空間にもすごくプロ意識を感じるいいお店だと思っておりますし、だからといって堅苦しくないバランスがほんと絶妙なんですよ。お料理に関しては前菜、メイン、デザートとかを気分で選べますね。クリエイティブなセンスがキラリと光るっていう印象でして、高い技術やセンスを感じます。
定期的にメニューは変わるのでご注意ください。こちらアペタイザーのサーモンフュメとキャビアのタルタル34ドルくらいでして、ほんのりスモークの香りが乗ったサーモンとリークっていう西洋ネギの香りがいいアクセントになった一品で、白ワインとかにすごく合う印象ですね。盛り付けも美しくないですか。こちらはフォアグラのテリーヌ、濃厚なんですけどしつこくないと言いますか、上品な香りとコクがありまして、フォアグラってちょっと重たいって思う女性にも本当おすすめで、ぜひ食べてみてもらいたいんです。メインで食べたウニのペペロンチーノのパスタ、これ文句なしで本当美味しいです。美味しいっていう表現は食レポ的には NG なので、言い換えますと香りと甘みが濃厚でフレッシュな本当にいいウニを贅沢に使いつつもペペロンチーノ的な軽さもあるパスタでして、これも飽きずにずっと食べれるって感じます。こちらの牛ほほ肉の赤ワイン煮込みはホロホロで本当に柔らかい肉とワインのコクを感じるソースがやみつきになると思います。すごく食べやすいお味ですね。先ほど神経通ってるっていう言い方しましたけど、デザートとか料理全般含めて花がありつつも素材の風味や香りを大事にしてるっていうのがすごい伝わるって感じですかね。ワインは1杯13ドルくらいからで、イタリア、フランス、ナパなどの厳選されたセレクションで抜かりがないっていうか、料理全般そうなんですけどとってもとっても高いレベルで仕上げてる印象ですね。プライベートやセミプライベートのエリアもありまして、ちょっとしたグループや会社の皆さんと一緒に食事とか、あとはハワイでビジネスで来られる方の会食利用とかでもおすすめですね。行ってみてわかると思うのですが、あ、いい店っていう感じがすごいと思っております。アラモアナセンター周辺で食事ってフードコートだけじゃなくって、ショッピングの後とかに、まあランチとかでもこういったところでハワイでもちょっとおしゃれをして楽しんでほしいと思っております。今回この企画をやろうと思ったきっかけとして、先日ハワイに来たリピーターの方たちと話した時、円安だからと安いところばっかりに行こうとしてしまって、値段が上がったところばっかりが気になってハワイを全然楽しめなかったよみたいな話を何度も聞いたことが理由でして、安く過ごそうとすればするほどこの方のようにもしかしたら窮屈な旅になっちゃうかもって思ったからです。 EJ スタイルハワイでは皆さんに緩急っていうか、安く済ませるところと使うところをスマートに使い分けてダイナミックにハワイを楽しんでほしいと思っております。皆様、今年も残すところわずかとなりました。今年1年本当にありがとうございました。来る年と、そして皆様の次回のハワイの旅が素敵なものとなることを心からお祈りいたします。 EJ でした。マハローです。